皆さんこんにちは、はじめ社長です。先日劇団スカッシュさんのセカンドチャンネルの方からPDR さんタグを達也さんから回していただきました。達也さんありがとうございます。達也さん本当は今度ねちょっと一杯飲みに行きましょうよ、ぜひ。まだ未成年だった PDR さんタグをちょっとパパッと言っていこうと思います。ちょっと真面目な話になるからつまらないから見ない方がいいですよ。最初ユーザーネームの由来ということで、で今なんで021のメックスって言ったら、021っていうのは誕生日なんですよ。誕生日がバレンタインデーなんです、2月14日で。でメックスっていうのは自分でもよくわかんないんですよ。カメックスが好きなわけでもないし、でそもそもなんではじめカンパニーっていう名前で始めようと思ったかというと、僕1年生の時その友達3人となんか学生企業って流行ってたんですよ。流行ってたっていうか、なんかその大学生でもこう会社作れるっていう話を聞いて、じゃあ作ろうってなって、じゃあもうシンプルにはじめカンパニーでしょみたいな感じになって、ちょっとおやつカンパニーみたいなんですけど、そうです。そっからはじめカンパニーってなって、こう友達といろいろこうなんか経済のなんかどうしたら会社立てられるかとか考えたんですけど、僕が勝手にこういい方向に進んだか悪い方向に進んだかわかんないんですけど、一応動画投稿っていうスタイルにしちゃったんですよ。好きな季節は、僕は春が好きです。出会いもあれば別れも好きなんです。春が嫌いな食べ物はナスとキュウリです。好きなキャラクターはもうこれしかいないですよ。マリーちゃーん、やばい、うわーかわいい、うわー、なんでこんなとこにリボンがあってここにもリボンがあるっていうね。でまつげ長すぎでしょ。足も可愛いし、なんか可愛いとかじゃなくてもう愛してますよ。こんな白い猫ね、もう僕絶対飼いたいですもん、将来こういう猫と生活したいです。好きな所有物トップ3ということで、シャーペン、そうシャーペン、このシャーペンが一番好きです。これドクターグリップの黒いやつなんですけど、これが一番好きですよ。これで受験、大学受験受かったようなもんですからね。ティッシュですね。僕は一年中鼻炎なのでティッシュがないと死にます。最近買った MacBook ですかもしれないですかもね。どうやって待ってきた PDR さん、ヒカキンさん、瀬戸康史さん、劇団スカッシュさん、僕っていう、ちょっとなんかそう3人に回すっていうことなんですけど、変化球ここでただ普通にこうチームメンバーに回したら面白くないと思うんで、まあとりあえずトミックさんに回します。トミックさんならきっとなんかしてくれるでしょう。神山くんに回しますよ。神山くんのエロさはもうスーパーエロティカセブンですよ。じゃあここはデラックスくんに回したいと思います。大きいものを作るのが好きなんで、大きいものばっかり作ってる変な人です。以上の3人に回させていただきます。本当に達也さん飲みに行きましょう。